姓はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。皆さんどうも、おつカルビ。今日は先日このユニクロ U のクルーネックティーを着たコーディネートを紹介したんですけど、今日はダダン、この白 T シャツを使ったダサい着回しコーディネートです。前回は私的にいいかなって思うものを紹介したんですけれど、今日はコーディネートを選んでいる中でこれはないなって思ったものを紹介したいと思います。この白 T シャツって一歩間違えればダサい変な肌着のような体操着のようなものになってしまうと思うんです。なので今日はあえてそちらを動画にしてみました。プブって笑えるコーディネートがたくさんなので、ぜひ見てみてください。それではスタート。エントリーナンバー1番はオーディションですかコーデ。テレビで左胸に番号をつけてこんな格好でオーディションを受けているところを見たことがあります。そしてもっと言うと夏休みの小学生感が半端ないです。こんな格好で出かけちゃダメ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 、もう一丁ダメ。エントリーナンバー2番は急ぎすぎたおばちゃんコーデです。ゴミ出しに遅れそうなおばちゃんが急いで着替えて急いで出てしまった時の服みたいですね。なんか足の裏に髪がへばりついてしまったようです。ダメー、えいダメー。エントリーナンバー3番は体操選手コーデです。ぴったりとした白 T にぴったりとしたホワイトボトムを合わせてしまったことで、もうこれは体操選手、ストレッチをするしかありませんね。もうストレッチが止まってますね。ちゃんと着ればおしゃれなはずのホワイトボトムがこんな悲惨な状態になってしまいました。ダメダメダメ。続きましてエントリーナンバー4番、チースルーすぎコーデです。これはもう何がダメって、まず下着がスケスケだったんですね、履いた時に。なのでちょっとスタンプで隠させていただいてます。ちょっと白に白でなんか流行ってておしゃれかなって思って着てみたら、もうなんて恥ずかしいコーデになってしまったんでしょう。ごめんなさい。こちらが最後となっております。エントリーナンバー5番、アイドルの卒業公演のバックダンサーコーデです。花柄のミニスカートを合わせたら主役じゃない感がすごいです。これは年齢的にもアウトですね。小学生がこんな格好してたら可愛いんですけどね、20代でこれはきついです。はい、いかがだったでしょうか。とってもダサかったですよね。コーディネートを組む際の悪い例としての参考になれば嬉しいです。それではこの動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまたね。我ながらダサい。